よろしくね、さんいらっしゃい。やっとナポリに着きましたよ。1号さんいらっしゃい。めちゃめちゃ車混んでてね。まあ駅前に行ってね、一番混むとこ駅前なんですけどね。そこ行って中国のお店があるんですよ。中国人がやってるね。で、そこにアジアンフード関係、食材が結構売ってるんで、そこでね、とろけるカレーを買ってきました。うるせえな、うるせえぞ。ナポリですよ、ナポリ。久しぶりに来ました。4年ぶりかな。コロナになってから1回も来てなくて、コロナ3年目でしょ ?2 年。で、丸2年、そう、4年目ですね。3年半ぐらい。一切来なかったですね。こんばんは。さゆちさんいらっしゃい。全然来なかったからね。めちゃくちゃ懐かしいですね。これね、ナポリの一番上の町なんですよ。ボーメロって言って、一番上にある町ね。ここのね、近所に住んでたんですよね、昔よ、僕。だからね、この辺も毎日来てたんですよね、ブラブラして。めちゃくちゃ懐かしいですね。今は、どこっち?いや、ナポリって、ナポリって、ナポリはね、イタリアですね。ナポリ。ナポリ、三大都市ってあるんですよね、イタリアにね。で、ミラノ、ローマ、ナポリっていうぐらいのね、大きい街。これね、右に見えてるのがポンペイ。前にね、ポンペイ遺跡行ったでしょ。あれのポンペイですね。ポンペイ火山。あれがね、噴火して、ポンペイ遺跡になったんですね。あれがね、昔々。何年前だっけ ?3000 年前。3000年、2000年前かな ?3000 年前。噴火して、えらいことになったんですね。いや、帰宅したって、帰宅はもう1週間前から帰宅してるよ。ずっと家だよ。今はナポリは家じゃないよ。ここは1時間半かけて来た。今日来た。朝から。めちゃめちゃ車が混んでてね。でね、スパッカナポリ、有名ですね。この線、右のね、ちょっとここ、右の縦線見えてますでしょ?これがね、かの有名なスパッカナポリ。スパッカですね。あの線ね、このラインね、これね。これがね、スパッカナポリね。これの、どっちだっけ忘れたよ。左側が旧市街、右側が新市街、新しい町と古い町って分かれてるんですね。頭がラグです。あ、寝てたんじゃないの?でね、このね、スパッカナポリのラインの左側、この辺りね、夜ね、日本人行くと軽くかもられます。原付バイクに乗った少年たち。まあ、少年って言ってもね、10歳ぐらいですよ。7歳とか10歳とか、小学校1年、2年生、3年生ぐらいの子らがね、2人乗りで、まあ、座ったら手が届かないんでね、足乗せるところ、そこに2人で立ってね、ビーン、ビーン、ビーンってきます。めちゃくちゃうまいですね。で、あの子らが通りすがりにバーッと止まって、金よこせ。5ユーロ、10ユーロ、だから500円、1000円くれ、言うんですよね。で、それを無視して、なんでお前投げねえといけないんだよ、みたいな感じで無視すると、そのシートのところパカッと開けるとピストル出てきます。ピストル、前も撃たれてましたね、バカな観光の人ね。なんでこんなガキらに、まあ言ったら5ユーロ、10ユーロ、500円、1000円、まあね、チップみたいなもんじゃないですか。あげても別にね、困るような金額じゃないじゃないですか。ね、1万円、10万円よこせって言うんだったらちょっと、言いたいけど、でもそのね、5ユーロ、10ユーロ、セコビった時点でもうピストルが出てきて、で、まあ子供たちってほら分かんないじゃないですか。撃ったらどうなるかっていうの。で、そこでお前こら、このことやってんじゃねえぞとか言って、こんなん絶対撃たないだろうと思って、こうわーって言った観光の、あれどこの国の人だっけな言って、バーンって撃たれたんですよね、本当に。
で、ああ、撃っちゃった。みたいなんで、逃げろ逃げろ、ビーンってこう、子供たちだからさ。撃つその重要性、死んだらどうなるかとか、もう全く考えてないんで、わからないんですよ、子供だから。全然わからない。あのね、ちょっと空見て。空見て、空見えるかな、飛行機。左。見えるかな、あ、見えてるね、ちょっとちっちゃいのね、これ飛行機。これね、ナポリのね、カポデモンテ空港からね、まあ、言ったらパリだとか日本に行くためにね、いろんなところね、行くんですよ。国際空港ですからね。あー、行っちゃいますね。行っちゃいましたね。よかった。見えました？そう。だから結構ね、危険なとこなんですよ、この辺りね。この左のね、スパッカナポリの旧市街っていうのね。まあ、その辺にね、B&B とかもあって、僕昔泊まってたんですけどね。昔々ね、15年前ぐらいね。初めて旅行に来た時、14年前かな。夜中もね、うわーとか、すごい、もう3時ぐらいまでね、ギャーギャー外って騒いでますからね。もう毎日ね、パーティーみたいなもんですね。みんな寝ないですからね。で、まあ、お昼3時ぐらいまでみんな寝てて、そっから行動する。まあ、小学生もね、学校行ってない子多いんですよ。学校なんか行く、あれないよとか、親が、ね、言ってね。で、親がほら、マフィア関係だから。だから、そうやってね、まあ、撃ったり、よそで悪いことしたり、したとしても、近所の人には迷惑かけんなと。ね、そういう教えをやってるんで。近所の人だけには迷惑するなと。観光の人なんでね、かもられて当たり前の世界になってるんでね。でね、このちょっと見えてるこの、こうね、これ電車、さっき中央駅みたいなもんね、ここが電車なんですよ。電車の全部終着点。これはあのローマからとかシチリアに行く電車とかね、全部ここに止まってくるんですよね。今画像動画ですよ。で、この駅もすっごい悪い奴らがいっぱいいて、まあ、さっきこの駅前に行ってたんですけどね。なんかね、都市開発ずっとやってるんですけどね、駐車場、大型駐車場この下にできてて、初めてで、まあ、そこ入れちゃいましたね。入れてちょっとお買い物してたんですけどね。あれがあってよかった。それでもあの辺抜け出すのにね、ぐるぐるしたらもう30分余裕で時間過ぎちゃいますね。こう、赤の鯉のぼり、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。この辺ほんと危険ですね。で、右にね、行くとね、右の方行くと、海見えてますね。ここね。ここ海ですね。これはね、あれです。もう地中海です。逆方面はね、テレニアだけど、こっちは地中海側になるんでね。地中海側です。あ、ありがとうございます。鯉のぼりありがとうございます。いらっしゃい。別赤だな。でね、今からね、この裏手に、なんて言うんですか、教会とムゼオ、博物館があるんですよ。で、そこにね、入っていきたいと思います。で、その裏側から、海の方のね、一面また景色がね、見えます。で、知ってる方はね、あれなんですけど、まあ、言ったらね、この景色を見て死ねっていうね、まあ、映画でも有名な言葉ですよね。せめてこの景色、ティアンデーさんありがとう、ありがとう、こいのぼりさんありがとう、この景色を見て死ねっていう。だからね、まあ、言い換えたらもうこの景色を見たらもう死んでいいよと、あとはもう生きるあれないよという感じなんですけどね。見てね、本当に死なないようにお願いしますね。今からね、行きますけどね。はい、じゃあね、今からちょっとね、中に入れるかどうかちょっと交渉しに行ってみましょうか。まだね、話してないんですよ。聞いてないからね。わかんないんですよ。これね、このお城あるじゃない、あ、正面。これお城なんですよね。で、このお城、後でね、このお城もね、向こうからエントランスがあるんで、ちょっとあっちは後からね、行ってみたいと思いますね。で、今はね、ここ。ここにね、入れるかどうか、ちょっと交渉してみたいと思いますね。入れるのかな？ブッキングしてないんですよね。行き当たりばったりで来ちゃったからね。あ、かわいい。かわいい。かわいいかわいい。シャボン玉。これは？あ、こっから。見て死なないようにしないね。2枚ありがとうね、ありがとうね。ちょっとここね、
どんな感じかね、見てみましょう。ちょっと待ってね。よいしょ。ボンジョー、そろいよ。ヒーハー、チケットゲット、チケットゲットできました入れたよテレビ番組みたいだわ。風船プレゼント、風船ありがとうございます。ここでね、前もってちょっと勉強してますね、皆さんね。で、僕は勉強の義務がないんで、うおー、なんだこれ、誰かお迎えしてくれてますよ。ちょっとね、ムゼオの中通り過ぎてきました。電波ね、戻らなかったですね。これがね、あの今博物館の中の裏手に出てきてね、海辺の方見える景色なんですよね。で、まあこれを見て死ねとか、やつはさっきの街並みの方で、この海の方はね、あの死ねって言われてませんね今平気ですよ、あの外に出てきてるから。ムゼオの中もね、アンテナ3本4本立ってたんですけど、まあ、ふわっち戻らないんでね、電波がね。で、ムゼオの裏側ね、今、裏手、このテラスがあって、テラスからね、これ景色が見えるんですよ。正面に見えてるこのお城ね、これが有名な卵城。日本人がツアーで絶対行くところね。うん、あのね、カプリ見えるよ。カプリは、ちょっと待って。カプリはね、あれあれ、今ね、右手にほら、これね、これカプリ島、世界のカプリです。青の洞窟があるところね。この下からね、この下から船が出てて、船でね、あれ何分ぐらいだっけな、30分か40分かかな、ジェットフェリー、めちゃくちゃ速いやつで、であそこ行けますね。もう行ったらね、別世界です。あの何でもかんでもね、NG ワードはなんだなんだ、あのめちゃくちゃね高い、スパゲッティとかでもまあまあ、あの別荘地域ですからね。あでしょ、船行ったでしょ、こっからね、この下ね、この下にね、フェリー乗り場があるんですよ。でなかなかでね、ちょっと待って、あのイタリアガレッリアって知ってますか。これがレッリアね。これがレッリア。これ卵城ね。新卵城。これがレッリアね。ガレッリアの中ね。あのミラノとナポリしかないですからね。ガレッリアは。ミラノのね、ガレッリアはマクドナルドとかいろいろ入っててね。すごく高級ブティック感。すごいですよね。ほんわかに、え？うん。なんかみんなそうみたいよそれね、あの聞くのもう何人目もね、めちゃくちゃ多いね。あの何人もそれ聞いたなんでだろうね、それよくわかんないんだよ、理由が。なんでか、なんでその心当たり教えてよナポリは通っただけだから、配信ね、とあのツアーではね、通っただけになっちゃうよね。もうカプリ行くかポンペイ行くか、どっちか選択ですからね。で行ったらもう夕方ホテルに戻って、で自由かな、食事は自由に食べないといけなくて、もう次の朝ローマに立つからね。ここはゆっくりねしたらダメだし、ゆっくりできないよね、危なすぎて。
ここのね、正面に見えてるその玉子城もね、すごいんですよ、中。この中ね、ここ。この玉子城めちゃくちゃいいんですよ。ローマからオプショナルツアーでカプリ来ました。ああ、ローマから、その、ナポリのツアーのオプション頼んだのか。大体ね、なんていうんですかね、近畿さんにしても、阪急さんにしても、ナポリはね、来るんですけど、そのカプリかポンペイだけなんですね、見るとこはね。あとね、まあ、玉子城とかは個人で行かないといけない。あとこのボーメのね、ここ。ここに来るのも個人でね、その空いた時間にね、ギリギリで、フィニコラーレがあるんですけど、フィニコラーレで下から来るんですよ、ここにね。電車はね、ちょっと遠回りになるから、フィニコラーレはもう3カ所出てますからね、いろんな土地に。バスでね、3時間。この間ね、僕バスで、ここから、ナポリからだったら、2時間ぐらいかな。こっから1時間行って、ベネベント、僕が住んでるところまで、ローマだったら3時間かかってましたね。この間しんどかったな、3時間。まあ、帰り楽だったけどね。ここまでは2時間ですね。2時間弱ぐらいかな。この景色がほんと最高っすよね。知らない人なんだ。知らない人でも、なんででしょうね。それも何人もね、同じことをね、聞いてるんですよ。そうね。ここのね、大きいフェリーあるでしょ。これね、世界ツアーに出る大きい船ですよ。で、この船の中でもね、シェフ募集だって言われて、一回僕声かかったんですよ。この中でね、仕事しないかって。で、1ヶ月だいたい70万ぐらいですね。金額で言うとね。その代わり、3ヶ月、行ったら3ヶ月は帰ってこれないから、3ヶ月間はずっと仕事。で、一旦帰ってきて1ヶ月。だからトレメーゼ、3ヶ月仕事して、運命税、休暇。1ヶ月休暇で、の繰り返しですね。で、だったらさ、なんか船に住んでるみたいでさ、なんかイタリアに住んでる意味がないなと思って断りましたね。やってらんねえって。まあ、乗客とかね、客だけでもまあ500人ぐらいいるから、すんごい忙しいって言ってたけどね。だ金貯めたいんだったら1年間とかいいかなと思ったんですけどね。なんかイタリアをエンジョイできなさそうじゃないですか。だからやめました。船大変ですよね、絶対に。安定してずっと仕事あるみたいだけど、どこに住んでるかわかんないもんね、それね。船の中、まあイタリア人だらけ、従業員はね、全員イタリア人だから、従業員とは仲良くなれて、親密な関係になれるかもしれないけど、家に帰れないの嫌だよね。お金貯まるだろうけどね。多分5年ぐらい働いたら1000万ぐらい貯めれるんじゃないかな。貯めれそうだよね。貯めれないか、貯めれるか、貯めれるな。余裕で貯めれるな。使い道ないもんね、船の中だったらね。船舶も何か来るんだよね。で、一回ほら、船の中でもさ、コロナが流行ってさ、休みなの仕事、いや、休みじゃないよ、仕事だよ。ずっと仕事だよ。ずっとっていうか、まあ、今度は水曜日から、水、木、金の。いつもの仕事だよ。いつもの仕事だね。昨日もね、昨日天気悪くてさ、夜の海怖そう。夜ね、なんか巨大なタコとか出てきそうだよね。タコに襲われそう。イカとかね。あれ、イカって飛ぶの知ってました？空。50メートルぐらい飛ぶんですって、空を。その映像がなんか静岡沖で、この前なんか動画になってたね。イカは空を飛ぶとか言って。頭いいっすよね。イカとかタコとかね。でしょ、僕もね、何言ってんだろうなと思っててね。で、動画見ると、すんげえ飛んでた。50メートルとか。ジャンプして風に乗ってね、膨らまして飛ぶんですよね、ビューって。イカってすごいなと思ったね。頭、でも脳みそとかなんかあるのかな？イカね。イカ。ほんとこの景色はね、まあ、お金出してもね、のんびり来る意味あるよね。そう。でね、このね、玉子城。
ルーさん何でも知ってるね、いつ寝てるんだろうって感じ。炭は吐くし飛ぶし、すごいよね。イカ味噌あるよ。イカ味噌あるんだ。イカの味噌なんて食べるなんてアジア人ぐらいじゃないのかな。あ、そんなことないか。イカ味噌の、イカ味噌、イカ味噌ってイカ炭か。味噌は食べないのかな。イカ炭のスパゲッティとかあるね、真っ黒なやつね。味噌、そういえばね、さっきね、あの中国のお店でね、あの生まれて初めて味噌を買いました。さっきね、あのとろけるカレー5パックと5パックね、箱のやつね、5個も大人買いしてきましたね。それとラーメンと、ラーメンちょっと2つぐらいなんかわけわからんのがあったから、それを買ってみて、で味噌を買いました。ちっちゃいやつね、いらないですけどね、ちょっと買っちゃいましたね。塩から作るとき入れるようないぞ。ああなんかね、うん、だから塩辛自体がアジア系でしょ、中国系とかでしょ。こっちそういう内臓系ね、なんか塩漬けして食べるとかあんまないもんね、見たことないな。明日がね、友達ん家でね、あの日本食を作り合うっていうか、まあ日本食を作って食べようみたいなことをね、あの言ってるんですけど、まあ分かんないですよね、僕もね、気まぐれだから。実際明日メール来てね、電話かかってきて無視するかもしれないし、明日起きてからの話ですね。今日もね、そうなんですよ、ナポリ来るって言ったらね、店のオーナーがさ、じゃあ俺も一緒に行くとか言ってさ、お昼電話で話し合おうぜ、いやだから俺友達と約束あるって言ってんだよって言ったら、いやいやいいじゃん、いいよ、あの別にそれでも一緒に行こうだからとか、なんせ電話するから何時に出るか決めようって。何なんだろうねあれ、配信とかね、友達用事より約束もあるし、なんでそこに一緒にこう言ってるのか意味わかんないですよね。まあ、まあ、わかんない、仕方がないけど、わかんない、意味わかんない。いや、いつもの休みだよ、いつもの昨日今日で明日も休みと思うけど、多分明日出るか、仕事、うん、多分休みでしょ、疲れてるしみたいな。いつもの休みだよ、いつもの休暇、いつもの仕事の休みの日、特別休暇を取ったとかそんなんじゃなくて、いつもの休みです。言ってるじゃん、いつも日月火だよって。で火曜は時に、場合によって仕事、何も変わってないよそれ。そう、遊びに行くのは気まぐれなんですよ。約束してても、朝連絡とかメールとか前の日になっても、あもうめんどくせえなとか、あもう疲れたわとか、明日どこどこで配信したいなとか思ったら、もう無視ですね、みんな。いつもの無視。今日はね、あの早めにナポリに来てお買い物もしたかったし、でこの景色をちょっと配信したかったし、あとねお城の方はね、あの上しかないんでね、お城の上から景色が全部また向こう見えるんですね。お城の中を見るっていうのは向こうはないんですよ。中は通って帰ってくるけど、メインはもうそのお城の一番上の最上階のこのオープンのところをこう360度パノラマであっちやこっちは見れるんですよね。それをね、後でね、分かった？分かったでしょ？ああでしょ？特別休暇とかないよ、こんな時期に。夏しかないって。バカンスは夏だけだから。この5月、6月、7月の初め、この2ヶ月半がね、きついんですよ。徐々にこう暖かくなって気候が良くなるじゃないですか。でレストランとかも外の席ね、オープンテラスみたいなのをやるから、そっちにも客入っちゃうし、中にも客入っちゃうし、で気候がいいからそのテイクアウト持ち帰りも入っちゃうし、それ全部俺がやらないといけないから、それでねめちゃめちゃきついんですよね、時間との勝負でさ。お天気もいいし景色もいいし、分かった分かったでしょ。そう、夕方5時とかに行くとね、間に合わないんですよね。ご飯のね、米炊くのでも1時間ぐらいかかるからさ、つけて炊いて蒸らしてとかやったらね、だからもう仕事午後が6時からになるでしょ。そっから持ち帰りとかやったらもう客入っちゃうし、もうほんとね大変なんですよ、時間との勝負ですね、日やね。そうだよ、大変だよ、めちゃめちゃ毎日ね、仕事の日はね、時間との勝負。あいつらはね、ずっとペラペラ喋ってるけどさ、こっち喋ってる暇もないですよね。仕込みから全部しないといけないし。
マジ時間との勝負だからね。誰か手伝いよって感じだよね。本当に一人喋ってんだったら手伝いよって。でね、どこだ、あそこだ、見えるかな、ここね、ここね、あのサンタルチア、言葉ぐらいは聞いたことあるかな。サンタルチア、休みに旅して体力あるんで、まあ、休みはね配信しないと、いろんなとこ見てもらわないと、せっかくだから、まあね、せっかくこのなんていうんですか、ふわっちでね、あの見よっかなってこういう人のためにね、見てもらわないとね、この景色を。いや、手伝えないんですよ、できないからね。こうやってああやってって言ってもね、やっぱ不器用、不器用とか、まあ、元々ほらそういうのあんまできないじゃないですか。日本人でも同じだけどね、やったことないねことをなかなかすぐフォってこうできるようなねあれじゃないからさ。でね、このね時間が合わなかった人はまたこれをアーカイブでね見てもらってね、でアナポリこんなんなんだってねちょっと見てもらって、危険なんですよ、マジ危険なんですよ。もう僕もね、ここにねいるときはね全員敵ですからね、敵しかないもん。僕もうめっちゃ誰に対しても敵ですよ。あ、こいつ絶対なんか嘘言ってるわとか、もうそういうつもりですからね。貸し切り見たら後ろいっぱいいるんですよ。後ろいっぱいいる。後ろいっぱい、ここのねあの場所もう確保してね離れないんですよ僕。ずっと座ってる、もうここの席は渡さないぞって感じで。なんかね、ライブ好きな人とね動画好きな人といてね、ライブは行きたくないって結構言われるんですよね。僕のリアル友達もね、あ、配信がね、そうね、昨日ね、あの、あ、だったら見たいですとか言ってた人来ないですね。電波悪かったからチラッと見てもうやめたのかな。結構僕のリアル友達ね、ライブなんか行きたくないって、喋れるんだよって言ってもね、いや別にって言われた友達に。リアル友達だよ、なんか冷たいなと思ってさ、なんでって言ったら、動画後でゆっくりね動画で見たいって、そっちの方のタイプだわって。そういう人もいるんですね。僕もね、配信ライブで見る方はね、直にこうやってほら喋れるし、なんか書いてあのね答えることもできるし、いいと思うんですけどね。あ、もうちょっと左見せてとかさ、下はどうなってるのとかさ、自由にね聞けるじゃんね。その方が絶対楽しいよね。動画だけライブで見たアーカイブは何回も、何回も見ても、僕もね何回も見てますよ、ライブね、ずっと通してね、毎日会話しながらが楽しいんじゃねえ。ドクドクさんもね、サウチさんもね、そう思いますよね。でもそう思わない人もね結構いるっていうことがね、びっくりした。僕の周りには結構いる、動画の方がいいわって。なんか結構言われた、あのツイッターの人らにも結構言われた。別にライブはあれだけど、動画で見る方が楽しいじゃん絶対って。うんって。難しいですね、人の好みってね、ほんと難しいですよね。そうそうそう、聞きたくてもね聞けないしね。今さっきみたいにね、カプリはどこと見えるのとかね、そういうのもライブだからね、ダイレクトに聞けるわけだってね、今この時間ですからね。でね、あそこね、このちっちゃく正面に見えてるこの島みたいなやつは、あのサレントとか言ってね、ソレント、ソレント、サレント、サレサレントサ、サレルヤ違うな。ソレント、ソレント、あの対面のね町ですね、これずーっとね、あのこう山みたいに見え、まあ、山みたいになってるんですけど、これ繋がってるんですね、ずーっと土地が。だから向こうまで行こうと思ったら、こうぐるーっと回ってみたいな感じになっちゃうんですね。でポンペイ遺跡がそのさっきのね
この山のね右側この辺あたりになるんですよ、ポンペイ遺跡がね。でぐるーっと回ってアマルフィが、アマルフィがねこの辺ですよ、この辺りがアマルフィ、アマルフィ海岸ですね。米が苦手な人、あ、米が苦手とかあるね、それかもしんないね、ドキドキさんね、それかもしんない、米苦手あるね。ソレントって何か聞いたことあるでしょ、あのね歌があるんですよ、ソレント、違うな、ハレルヤ、違うな、なんかねソレントの歌があるんですよね、サレルノとかね、あの、まあ、アンダルチアね、アンダルチア、これね見てね、もう一回ね、アンダルチア、これね、これね、なんかねいろいろね有名な歌もね、ナポリはねやっぱ歌、昔のね童話とかもね歌があるからね、古いのがね。船が出て行ってますね、この裏側も見てみますか、逆の方ね、そろそろ席を交代してあげよう、こいつら、この逆の方はね、ほらここもね僕よく写真で撮りますね、見てこのパノラマ、パノラマな世界、見て見て、これこれすごいでしょ、からね、もうぐるっとこう、ここのここの写真がいいでしょ、ここの景色めちゃくちゃいいでしょ、左の上に見えてるのがカプリですよ、カプリ島ね、めっちゃ綺麗でしょ、ここの景色はね最高なんですよ、みんな写真撮りに来る、これギリギリでね攻めればねこれぐらいかな、景色はねナポリでしか見えないからね、もう僕もめったに来ないからさ、もうアーカイブは必要だよね、これをよくね絵で描いてる人もいるよね、カプリチョーザってバス停あったの、あ、そうなの、スクショタイム、そうですね、スクショタイムですね、これはね、この美術館に入るか、まあ、向こうね、公園みたいなのがあって、パルコみたいなのがね、そっちでもね、見れるんですけど、そっちは無料で入れるんですけどね、やっぱここからの景色が一番いいですね。いちごさん、いらっしゃい。いい時に来ましたね。ナポリの景色を見てください。これはもうボーメロに来ないと見れない景色ですね。ここめちゃくちゃいいんですよ。ねえ、タイミングバッチリですね。いらっしゃい、いらっしゃい。こっからめちゃくちゃいいんですよね。もう夏場とかね、そのバカンスシーズンはね、やっぱここ多いですね、めちゃくちゃね。そっち側出れたっけな、出れないか。ここでのんびりするのも本当にいいんですよ。こっち側はボーメラン、うん、あの違う違う、ボーメランじゃなくてね、ボーメロ、ボーメロ、ブウーニテンテンですね、ブイだからね、ウーニテンテンにちっちゃいオーにボーメロ、結構ねこれね、あの日本人のガイドさんとか、これねカプリね、正面カプリね、そこまでどうやって登ったの、いやここはねこう登っ、あの、ま、ナポリの下からはフニコラーレで来れるんですけど、僕は車でここに来ました、風強い、もう突風ですよね、僕は車で来ました、あのお城の前にね道路に停めてます車この辺僕5年ぐらい住んでたんでね、この町、この近所だったんですよ、ここからね、あの200メートルぐらいのところにアパート借りてて、めちゃくちゃいい場所だったんですけどね、そこに住んでたんです5年ぐらい、この下には4年ぐらい住んでて、だから9年ですね、延べ庵に住んでましたね、9年、
ナポリだから詳しいんですよ。今の街はそれあの4年だけだからね、少ないんですけど、わけわかんないしね、あんま好きじゃないんですよ、ね、こっちの方が、まあ、楽しいですね。友達も多いしね。今住んでる街だったらね、まあ、中規模クラスのそんなちっちゃい街じゃないんですけど、人がね独特でね、友達できないですね。4年住んでても友達できないし、働いてるとこもちょっとあんまシャレなんでね、友達なんかできようにないような。まあ土地土地によってやっぱ人って違いますよね。ただね、ここの街はいいんですけど、でお店もいっぱいあるから仕事もねいくらでも探せていいんですけど、言葉がねイタリア語じゃないんですよ。あのナポリ語なんですよね。これがわからない全然わからない。あの通ったら9年住んだけど全然わからない。イタリア語じゃないからもう全くわかんないし、もう中国語みたいな感じでね、なんていうんですか、イタリア語と中国語を混ぜたような感じ、もう全く聞き取れないですね。聞き取りがもう全然無理。トータル9年でね、覚えた言葉ってもう3個4個ぐらいしかないですよ。ナポリ語初めわかんないからさ、あの聞き取って帰って辞書あるじゃないですか、ディクショナリーね。で調べたり、インターネットで調べたりしてもないんですよ。あーみたいな。いやそれよりひどいんじゃないかな。青森、鹿児島、いや、あーでもそれぐらいかもわかんないですね。何言ってるのかほとんど全然わからないっていうような。だからローマのガイドさんにしてもね、ミラノのガイドさんにしても、もう二十何年住んでてもうイタリア語ペラペラなんですよ。でもナポリだけはね、来て何言ってるか全然意味が分かんないですよ。他の地域は全然大丈夫。このイタリア中で言ったらナポリだけですね。方言、そうですよね、方言ですよね。ここは本当にもう言語が違うよね、全然違う、全く違うよね。喋ってても意味が分かんないもんね。前もさ、この電話をこのナポリ地域のどっかのお店にね、安いのが出てて、それ買いに来たんですよ、2年前ぐらいかな。でその時に客がいて、客と店員と喋ってて、あ絶対スペイン人だと思ってたもんね俺絶対そう思ってたのね。でずっと話聞いてて、本当スペイン語って意味分かんねえなと思ってて、で僕喋って、で あこれかって物見せてもらって、そのデータの入れ替えとかして、その時間待ちね、データの入れ替えで1時間ぐらい必要だったから、その間もこう聞いてるのずっと聞いて、あスパニョーリだってずっと思って聞いてたら違ったんですよ、ナポリだったんですよ、ナポリの言語後で分かったのあこれナポリ語だと思って、イタリア人じゃんこいつらって。それぐらい分かんない、全く分かんないですよね。内側もね、さっきこう見てもらってて、あ、いちごさん見たかな、ポンペイ、ベスビオ、え、ここの周り、ここの周りテラスになってる、テラス、テラス、あのこの正面がムゼオ、博物館で、今この教会と博物館に入ってきたのね、お金払って。で、中がね、電波がないんですって電波配信できないみたいな、電波がないって言われた。でこの外だけ見れるみたい。あの後でね、お城の方にまた行くからね、お城また中に入って、でお城の上からね360度、そう、何の博物館、まあイタリアのナポリの博物館、ナポリでいろいろこう出てきたものとか、あと古い船とかいろいろありますよ。プレゼピオもあるし、これがねポンペイですね。ポンペイがこうなって、ベスビオがあって、これがボーンって噴火してとかいう、見ると近いんですけどね。ここからね電車で1時間ぐらいかな、1時間半ぐらいかな、電車でナポリの駅から。ナポリの駅はね向こう側だから、あの反対側、さっき外で見てる時見えてたんですけどね、ポンペイ。
前ね、このポンペイ遺跡まで行ってね、配信してましたよね。一人でね、寂しくね、電波が動かなくて。これさ、絶対さ、電波届かない建物っていうのは分かるんですけど、で、入るとね、電波がないんですよ。これ古い建物って電波通らないよね。どこまで行けるかわかんないんですけどね。ねえ、電波悪くなるでしょう。なるべくさーっと通り抜けますね。ここまたあれですね、外のとこですね。ここも絶対電波いいと思うけどね。ここからまたぐるり見れますね。まあお城でね、後でお城の方でね、ぐるり見えますからね。このお城ね、この上、これお城ですね。これまたね、別の建物だからね、この上からね、見れるんですよ、後でね。これはね、ちょっとこう Grazie. Ma. やっぱこれだね。やっぱこれだよな。うんま。うまやっぱこれしかないよな。くそ、来週もこんなことになるくそだな。これなんだろう。ああThank you.
クワッチにしたの。ご飯かな。そうです。とりあえずクワッチでね、やってみました。あ、来た。来た。ハンブルグル来た。ハンブルグル来たよ。いや、友達とね、食べる約束してんだけどさ、連絡してるけど、来ないんですよ。グランツ。連絡ないからさ、お昼食べてないからね。ちょ、見て。ドーン。ハンブルゲル。これをね、注文しました。うわ、うまそう。これうまそうじゃないですか？これうまそうだよね。いや、ドタキャン、あいつらね、じゃ、ぶっちゃけね、ドタキャン、まあ、ありえますね。ドタキャン多いんですよ。でかいでしょ。ドタキャンね、よくする人らだけど、4年会ってないから、ドタキャンしないと思うんですよね。で、夜ご飯って言ってたから、多分ね、夜に会うやつと思ってると思うんですよね。多分ね、夜8時、7時とか8時とかにね、あるんじゃないかな。でも彼らのね、家の前なんですよ。彼ら多分寝てんじゃないかな。よくね、するんですよ、彼らは。あんまりね、このドタキャンってあんまないんですけどね、彼らはよくあるんですよ。昔から。やっぱりどうのとか言うんです。多分、起きた時の気分とかあるんじゃないですかね、多分。ああ、見返されたらええよね。そりゃそうですよね。見返されたら縁切るよね。あ、これうまっ。めちゃうまっ。なかなかね、あれなんですよ。気難しいんですよ、彼らはね。いや、時間もね、やってない。時間のね、話はしてないんですよ。はじめは、この歯医者が終わったら、先にコーヒーでもして、で、夜まで話して、いや、いいんじゃない知らないけど。あんま俺も考えてない。とりあえずお腹空いてたからさ、食べようと思って。今、聞いたらね、だいたいこういう店もね、7時からなんですよ。早くても7時からね。で、今17時だから5時ね、夕方のね。本当はやってないんですけどね。大丈夫って言ったら、ああ、じゃあやろうかって言われて。まだね、オープンしてないと思うんですよね。いや、一緒に食べるよ。一緒に食べる約束だけどさ、返事ないんだもん、だって。そうそうそう。まあ夜ね、もしこれでもうちょっといて、連絡があって、一緒に食べるって言ったらまた何か食べるよ、軽くね。で、喋る。バーガー食べたくなった。バーガーめっちゃうまいですよ、これ。これやばい。これね、なんだかんだかナポリ美味しいとこ多いんですよ。ここもね、昔はよく来たんですね、このお店。だけどなんかえらく雰囲気変わってるから、オーナー変わったんじゃないかな。前の夫婦じゃないもんな。まあ、なんかここのね、レストランも、家賃なんか半年払ってないとかね、言ってたもんね、前からね。追い出されたんじゃないかな。なんかめちゃめちゃ変わってますよ。うわ、なんか犬来た。
そりゃ太るわね。あの誰か分かったわ、もう一緒に食べようよナポリの美味しいの食べよう。犬来た。犬が横でじーっと見てるんだけど、かわいい犬が。食べたいでしょ。あれ、どこ行った。あ、こっちだ。犬が横でずーっといる。もうなんか僕の犬みたいになってんだけど、ちょっと犬見よう。ちょっと待って。犬見よう。これ飼い主どこにいるんだろう。あ、食べた。まだ見てる。まだ待ってるんだけど。いや、わかんない。飼い主どこにいるかわかんない。怒られるかな。ジョン、名前つけてみる？ジョン。多分勝手にやってるのを見られたら怒られるでしょうね。あげないでとか言われるでしょうね。あ、揺れる。まだ待ってるね。かわいいね。なんか僕の犬みたいじゃない？え、くるくる？なんでこんな電波悪いんだろうね。またもらえると思って待ってる。くるくる治るかな。あ、またね。ありがとうね。くるくる治らないのかな。待ってるな。どこの犬だろう。セイディ。おいしいね。
食べてるね。飼い主どこにいるんだろうな。飼い主どこ？本当にずっとずっと俺と一緒にいていいの？今日のリアトツは彼ですな。彼がリアトツしてくれましたね。なんかちょっと臆病な犬だな。